ファイナルファンタジー15のノクティスなど、様々なアニメやゲームのキャラクターを演じている、声優の鈴木達久さんが、活動の休止を発表しました。鈴木達久さんの妻で、歌手のリサさんも、心身疲労のため、一部活動の休止を発表しています。鈴木達久さんは、リサさんがライブ中に、女性を自宅に連れ込むなど、一般の方との不倫が報じられていました。そんな鈴木さんに対して、SNS では、見るな、卑怯者、など、辛辣なコメントが殺到しています。悪い。やっぱつれえわ。鈴木さんの不倫報道の後、リサさんは7日と8日に開催予定だった福岡ライブの中止が発表されるなど、心身の疲労が心配されます。